松戸高産、株式会社は、松戸経輪場を運営する日本の企業である。株式会社東京ドームの100%子会社である。松戸経輪場が、開設前の1949年に、地元企業や松戸市等が出資し、松戸経輪株式会社という社名で設立、経輪場設営のために土地を買収し、建設、翌1950年4月19日に、 松戸競輪場を開設させた。1959年4月、映画館経営に乗り出し、松戸駅西側に、輝き流会館、大英劇場を竣工した。当初は、大英系の作品を公開、当時の松戸駅近辺には、戦前からあり、松竹系や新東方系の映画をかけた、松戸時和館、東映系や洋画をかける、松戸映画劇場が存在した。後に、 松戸輝き流会館と会場、東方系の映画館となる。敷地内に松戸輝き流会館、万美劇場を、併設、洋画系劇場とした。1966年に、現在の社名に変更した。1987年3月、輝き流会館敷地内に新劇場を設置、名称を、輝き流3都市、上記2劇場をそれぞれ、輝き流1、 輝き流にと解消した。1990年に、高楽園競輪場を運営していた、高楽園スタジアムが出資した。1999年、輝き園開館会館を閉館、映画館事業から撤退する。2003年には、競輪場外車検売り場のサテライトヤマトを運営するため子会社の東日本サテライト株式会社により、競輪場外事業にも進出する。 2004年、ジャスダックに株式公開もしていたが、株式交換によって、東京ドームの完全公会社化、非公開になる。2008年、船橋オートレース場内に、競輪場外社券売り場のサテライト船橋が開設され、松戸港さんが施設運営などの業務を受託する。2013年、子会社の東和高建株式会社を、日清ビルド工業株式会社に売却。 松戸市を主な業務エリアとして、競輪場運営、ショッピングモールの管理をしているが、新宿駅周辺にもビルを所有している。同社は開設当初から深く運営に携わっており、通常主催者が手配する投票券を発売する従業員や警備員も自前で確保しており、他の施設保有会社よりも踏み込んでいた。このノウハウがあるため、2006年4月からは松戸市より、 包括民間委託が実施されており、親会社でも将来の高楽園競輪場復活時に対応できるように参加に収めたとも言える。AB 外部リンクラン公式サイト内記事、遠隔を参照。ありがとうございます。